El Shaddai or Who is El Shaddai? Wikipedia writes about El Shaddai as follows. El Shaddai or just Shaddai is one of the names of the God of Israel. El Shaddai is conventionally translated as God Almighty, but the construction of the phrase fits the pattern of the divine appellations in the ancient Near East, and as such can convey various types of semantic relations between these two words, El of a place known as Shaddai, El possessing the quality of Shaddai, or El who is also known as Shaddai, etc. Moreover, why the translation of El as God or Lord in the Ugaritic or Canaanite language is straightforward, the literal meaning of Shaddai is a subject of debate. イスラエルの神の中の神、それがエルシャダイということになります。一般には全知全能の神と呼ばれていますが、そのエルシャダイとは誰なのか誰も知りません。キリスト教徒ですらも知りません。イエスの神すなわちエルシャダイとは誰なのか、その答えを考えてみます。広し林市浜松市ジャパン。一般には今言いましたようにエルシャダイというのは全知全能の神と翻訳されています。そしてエルというのはその場所という意味に理解されています。つまり何も分かっていないということですね。ただ単に全知全能の神というだけということになります。これについてニコ・ジェラルディさんからこんな情報が届きました。そのまま翻訳させていただきます。キリスト教でいう、つまりイスラエルの神エルシャダイというのは誰かということについて、イタリア在住ニコ・ジェラルディより、エルシャダイについて知りたければイタリア語の文献を見るべきです。エルシャダイというのはエジプトのファラオ、つまり王のことです。つまりあなたが言っているようにエルシャダイというのはモーゼのことではありません。 In quelque degré di Abramo intervista a Michele Hermandes というタイトルの動画を、サブタイトルはあまりよくありませんが、どうかご覧ください。つまりエルロイというのはホルスのことです。エルロイというのはエジプトの王の王子時代の普通の名前でした。最初のファラオの名前がホルスでした。それでその名前になりました。その当時のエジプトの王の名前はツツモス3世で、その息子の名前がアメノフィ2世でした。聖書のエキスパートのあなたに、つまりあなたの動画について簡単ですが翻訳しておきます。聖書についてあなたは誤解しているようですが、聖書というのはヘブライ語から翻訳されたものではありません。私たちが知っている聖書には2つのバージョンがあります。1つはギリシャ語から翻訳されたもの、もう1つはラテン語から翻訳されたものです。聖書を書いた人は神であり、それを預言者に分け与えたものです。その時代人間は長生きするということもなく、女性にしても90歳で出産するということもありませんでした。その時聖書によればアブラムはヤーウェに懇願しましたが、同じ聖書によればその時アブラムは神、つまりヤーウェの名前を知りませんでした。
それでアブラムはもう一つの名前を呼んだのですが、その時アブラムが呼んだ名前は誰だったのか。大脱出の時、奴隷のアガルはリオチェペデ、つまりエルロイ、つまり物を見る神、繰り返します、物を見る神という意味ですが、その神の名前を知っていましたので、アブラムも実はエルシャダイと呼ばれている神のヤーウェの名前を知っていたことになります。で、その神というのはホルスを除いて考えられません。なぜならその名前、つまり物を見る神を意味するのは、つまりエルロイが意味するのはホルスだったからです。ホルスのシンボルは目です。あの片目の目です。ホルスというのは言うまでもなくエジプトの王の王子時代の名前です。つまりアブラムは神の名前を呼んだというのです。それがディオチェベデ、つまり物を見る神と呼んだというのです。そして物を見る神というのはホルスを除いては考えられないと、ここが重要です。アブラムは神の名前を呼んだのです。それが物を見る神という名前だったというのです。そしてその神というのはホルスを除いては考えられない。なぜならホルスのシンボルは目、つまりあの片目の目だからです。つまり目を通してホルスとエルシャダイがつながるというのですが、この程度では皆さんはまだ満足なさいませんね。そこでもう一度ホルスの目を見てください。この目は向かって左側、ホルスの右目ということになります。そしてその証拠を1500年後のイエスの操り人形芸術家たちであったアンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの2人が絵の中に隠し込んでいました。この中央上の鳥に注意してください。この鳥の目に注意してください。片目の鳥です。この鳥の向かって右側、つまり左目は描かれていません。この鳥は神の栄光によってイエス・キリストを上から照らし出しています。つまり神の中の神、エル・シャダイということになります。そしてその鳥の左目は描かれていません。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストはアンドレア・デル・ヴェロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチという2人の操り人形芸術家を通して自分の正体並びにエル・シャダイの正体を明かしたということになります。イスラエルの神エル・シャダイ、全知全能の神というのはエジプトのホルスのことだよと。ニコ・ジェラルディさんが教えてくださったことと、こうした物的証拠とつながりました。ビンゴです。結論ということになりますが、エル・シャダイイコールホルスということになりますが、この事実はキリスト教にとっては誠にもってまずいということになります。ですから現在の今、オールマイティガード、全知全能の神とだけ説明して終わっていると私林浩司は判断しています。グラツェ探偵シニョールニコ・ジェラルディ、ちヴェルディアーモ。
Bye for now. Mr. Nico Giraldi, Rome, Italy, wrote to me as follows. Have you never studied the Egyptian meaning, Eye of Horus? Do you know about the fact that on the Illuminati or Masonic pyramid, prevalent in USA, there is an eye that represents the left eye of Horus, that is, blind? Is the right one eye, the true eye of Horus, not the left one, that is, blind? The right, that one similar to the eye of the falcon or the phoenix? あなたはホルスの目の意味についてエジプト語を勉強したことがないのですか？イルミナティやフリーメイソンではピラミッドの中に USA では広く知られていますが、ホルスの左目を表現しています。左目は盲目の目です。ホルスの真の目は右目であり、左目ではありません。左目は盲目の目です。右目はファルコンあるいはフェニックスの目に似ています。そうです、右目はファルコンの目で、オシリスの真の目です。ホルスの目はフェニックス神話を最もよく表現したものです。つまりエジプト伝説によれば、目そのものがオシリスの一部を示しているということになります。言い換えると、彼の目はセス、つまり暗黒の神がバラバラにした手足の一部にしか過ぎません。イシスはオシリスの一部と知るようになり、イシスはそれに新しい生命を与えるため、そのバラバラになった体を一つにまとめたのです。体を結合させる前の命はセスの暗闇の中で生きていました。で、セスは光のおかげで生き返ったのです。このことが理由でホルスの目は最短のシンボル、つまりアテフのシンボルと同一視されるようになり、同時にフェニックスは光のシンボルとなり、そしてその光が人間の心霊を表現するようになりました。事実、ホルス、つまりラーの目はいくつかのケースではアトンの神のように光線を外に発する太陽を表しています。その光線は人間の顔を表した壺の中に入っていきます。つまり人間の心はこれらの光線で満たされているというわけです。ホルスの目はギリシャ語のホロに訳され、別の価値を持つようになり、結果的に中国語のタオ、ドウのシンボルとともに中国の伝統にもなっています。つまり生命の二元論、目がちょうど二つあるように、カルツージュ、中古代エジプトの花枠の装飾の中などに表現されています。また神話の中でもこうしたシンボルが表現されています。例えば
頭から外に出ている蛇、あるいは第三の目の表現などにおいてです。もちろん目のシンボルは聖書の中に出てくる鷹は、アポカリプス中ヨハネの黙示録の表現に見られるように、エジプト語あるいは絵の中でも表現されています。以上、林博士が翻訳しましたが、イタリア英語で意味がよくわからないところがありました。広志林、ハママスリージャパン。このニコ・ジェラルディさんからの投稿を簡単に説明しますと、このホルスの目は右目か左目かということです。なんだそんなことかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、右目か左目か、これが重大な謎を解く鍵となりました。もう一度 Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目をご覧ください。フリーメイソン、そしてその上位団体のイルミナティのシンボルマークにもなっています。この目を丁寧に見てください。これは右目なのでしょうか、左目なのでしょうか。右目が神の目、そして左目はブラインド、盲目になっているというのです。もう一度ホルスの目をじっくりとご覧ください。このホルスの目は右目ですね、向かって左側にある右目ということになります。そしてこれが1ドル札に刷り込んであるプロメテウスの目、あるいはホルスの目ということになります。これは右目なのでしょうか、それとも左目なのでしょうか。皆さん自身でご判断ください。じっくりとご覧ください。私はこれはやはり右目と判断しました。目の上まぶたのラインに注意してください。上まぶたが向かって右寄りの方に広く、そして左の方に細く狭くなっているのがわかります。ですからこれはやはり右目ということになります。がなぜ右目と左目にこだわるかということですね。ニコ・ジェラルディさんの意見によれば、右目が神の目、そして左目は盲目になっているというのです。そしてこのような論文を送ってくださいました。内容はともかくも、ではなぜ私がこうまで右目左目にこだわるかということですね。実はそのことを、右目が神の目であることを知っていて、そして絵画で表現した人がいました。言うまでもなく1500年後のイエスです。ルネサンスに現れた1500年後のイエスは、ベロッキオ・ダ・ヴィンチという二人の操り人形芸術家を通して、それを私たち人間に教えました。それがイエスの洗礼という絵です。この絵を注意深くご覧ください。丸で囲んでみました。イエスと言われている人物の上に一羽の鳥が描かれています。この鳥の目に注意してください。向かって左側の、つまりこの鳥の右目はしっかりと描かれていますが、しかし向かって右側の左目は描かれていません。つまり盲目であることをこのような形でベロッキオとダ・ヴィンチは示しました。その
コンセプトはエジプトのホルス神のコンセプトと一致します。注意深くご覧ください。注意深くご覧ください。もちろん Discovered by 広志林です。がなぜこの事実が重要かということについても説明しておかねばなりません。つまりこれがこの動画の結論ということになります。上がイエスの洗礼の中に描かれた鳥です。そして右下がフリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。共に右目のみが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。繰り返します。共に右目だけが描かれ、そして光線が四方八方に散っているところに注意してください。すなわち1500年後のイエス・キリストはこのような形で自らの姿勢を明かしたというだけではなくて、フリーメイソン、イルミナティと深く関わっていたということを示したということになります。繰り返します。左がベロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われているイエスの洗礼の中に描かれている鳥です。そして右下がフリーメイソンあるいはイルミナティのシンボルマークです。このような形で1500年後のイエスはルネッサンスという時代にこの地球に現れて、自らのアジェンダを私たち人間に示したということになります。 Bye for now。アルトラカルチャーノースティックウェブサイト writes as follows: The Gnostics believed that the world was created by an evil demiurge, usually identified with the Old Testament creator god Jehovah. The true higher god was unknowable, infinite, unchangeable, andUndefiled, and had a feminine counterpart, the creative force or Holy Spirit Sophia. 超神秘グノーシスサイトによれば、次のようにあります。グノーシス派は、この世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じていたが、真のより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく、汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという名前の女神を連れ添っていたと。広志林、浜祭りジャパン。あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義あるいはグノーシス秘密結社の上位メンバーでした。その証拠写真がこの写真ということになります。中央右から二人目に映っているのがウォルト・ディズニーです。それはさておき、今日の物語はシェイクスピアから始まります。これはシェイクスピアがまだ生存中の1609年に書き表したとされる詩集、14行詩の詩集です。この中にシェイクスピアと書いてありますけども、名前に注意してください。Shake-Spears となっています。槍を振るうという意味なのでしょうか。そして最後には S がついています。複数形ですね。で、読み方によっては槍を振るうあるいはシェイクスピアの14行詩とも
読めるわけです。もともかくもこんなところにハイフンがあり S がついていること自体が何か意味ありげということになるわけです。で名前をですねシェイクスピアで分けるとどうなるか。その文字の数はイエス・キリスト、つまりジーザス・クライストの文字数と一致しています。どこかでイエス・キリストを意識していたのではないかと私林博士は考えています。それにはこれから皆さんにお見せするいくつかの理由があります。熱心なキリスト教徒といえばそれまでですけども、その哲学はまさしくイエス・キリストの哲学と一致しています。話を先に進めます。シェイクスピアの哲学もしくは思想的背景というのはその本の表紙に描かれているこの絵を見ればわかります。この赤枠の部分に注意してください。ここには大変奇妙な絵が描かれています。中央上の子供に注意してください。子供の頭から7枚の花びらもしくは光線が出ているのがわかります。7です。7です。10の像の光線も7本です。つまりこのような形でシェイクスピアは自らがフリーメイソンのメンバーであることを示しました。シェイクスピアは現在フリーメイソンの外郭団体であるフラタニティという組織も立ち上げたと言われています。そのシェイクスピアの生年ですね、1564という数字に注意してください。1564をバラバラにして足しますと16です。その16をバラバラにして足しますと7です。バビロニアの非数学にのっとっています。そして死亡年も1616年、この1616年をバラバラにして足しますと7足す7イコール2かける7、やはり同じくバビロニアの非数学にのっとっています。大変興味深いことに、この絵の中に2匹のウサギが描かれています。ウサギというのはイナンナ・イシュタールのシンボリックな動物ということになります。当初チャーチ・オブ・ローマはイシュタール教の色彩が強かったものと林博士は考えています。そしてそのイシュタール教チャーチ・オブ・ローマがローマの国教と認められると同時にイシュタールはイースターと名を変名します。そして現在の今でもローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。つまりマリアということになります。そのマリアが下の方に描かれているという点に注意してください。さらにこの絵には大変奇妙なものが描かれています。中央の部分の絵を逆さまにします。そしてその絵をシオン修道会の紋章と比べてみるとそのコンセプトが大変よく似ているのがわかります。右がシオン修道会の紋章です。十字軍の紋章と考えても良いわけですね。大変よく似ているということです。そしてシオン修道会の資料によればあのレオナルド・ダ・ヴィンチはこのシオン修道会の第12代グランドマスターであったことが分かっています。第12代グランドマスターであったことが分かっています。これがその資料です。サンドロ・ボッテチェリーの後を継いでレオナルド・ダ・ヴィンチ、今中央ですね、が第12代のシオン修道会のグランドマスターに就任していました。以上、それぞれの芸術家と秘密結社が有機的、つまり複雑に絡み合っているのがわかります。こうした事実をただ単なる偶然と言い切ってしまうことはできません。
これも一つの例です。これはミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵ですけども、その中に775027という数字が隠し込まれていました。 by 林博士発見です。775027の意味はヘブライ語のゲマトリア、つまり暗号によればキリスト、聖書のカインであるという意味になります。つまり1500年後のイエスはこのような形でキリストというのは聖書でいうところのカインのことだよと私たち人間にメッセージを残したということになります。おそらくミケランジェロ自身もこの暗号を解けなかったものと私林浩司は考えています。その数字の中からダヴィンチなる画家は752という数字を抜き出して自分の死亡日としました。ダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。67歳の5番目の月の2日に亡くなったことになっています。ミケランジェロがこの絵を描いたとき、同時にダヴィンチはアンギャリの戦いの絵のスケッチ画を描き残していますが、まだ生きていました。つまり生きている間に自分の死亡日を定めたということになります。わかりやすく言えば替え玉、あるいは操り人形芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチはその上の1500年後のイエスの意思により67歳の5月2日に死んだこととして処理されたということになります。話を少し戻します。シェイクスピアの14行詩の表紙に戻ります。この絵にもう一度注意してください。この絵の中央に奇妙な動物が描かれています。右はグノーシス派のウェブサイトに紹介されている絵です。その絵の中にも同じ動物らしきものが描かれています。守護神なのか、それとも対立する悪魔なのかは分かりませんけども、同じものが描かれているということですね。まあ、こうしてシェイクスピアとグノーシス派が、あるいはグノーシス主義がつながっていくということになります。そしてもう一枚、グノーシス主義のウェブサイトにはこんな絵が紹介されていました。最上段、7人の天使がいます。そして7本の柱です。そして7人の聖者ということになります。そして階段も7段です。7にこだわっています。つまりこうした数字は偶然にそういうふうになっているのではなくて、あえて意図的にそのように仕組まれているということになります。そして最上段中央に注意してください。ここには神とそして鳥が描かれています。神と鳥が描かれています。左はベロッキオとダヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵です。その絵の中にも同じようなものが描かれていますけども、手だけしか描かれていません。では誰の手かということですけども、このグノーシス主義のウェブサイトに載っている絵を重ね合わせてみますと、その上には神がいる、いたということになります。旧約聖書の世界ではエルシャダイイコールヤーウェ、全知全能の神ということになりますが、グノーシス主義のウェブサイトによれば、さらにその上位の霊的な、つまりスピリチュアル的な神、ソフィアということになります。ここで初めて私の一連の動画の中で霊的な神というのが出てきました。他の人が言っているのではありません。シェイクスピア、ダヴィンチ、ミケランジェロ、そしてウォルト・ディズニーと語
絡んだその構図の中からソフィア、ホーリースピリットが出てきました。超神秘グノーシス、グノーシス派サイト、その中には次のようにあります。無知は奴隷である。知識、それをグノーシス派はグノシスと呼んでいる。もし私たちが真実を知るなら、私たちは私たちの中に真実の果実を見つけるだろう。もし私たちが一緒になれば、それは私たちを満たすであろう。グノーシス聖典と。グノーシス派はこの世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じているが、真のさらにより崇高な神というのは知ることもできなく無限で変化することもなく汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという女神を連れ添っていた。真の神はデミウルゴス以前にすでに存在していて、そのデミウルゴスはソフィアによってたまたま偶発的にできてしまい、創造の力を持ちながらも天界から放り出された神ということになると。こうした事実をどう捉えるかですけども、あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義の支持者、あるいは信者、あるいは最高幹部であったと言われています。これがその証拠写真です。右から2人目がウォルト・ディズニーです。そしてそのウォルト・ディズニーは代表作ファンタジアの中で悪魔の山を描きました。どうしてこれが悪魔の山なのか、これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵ですけども、その中央に全く同じ山が描かれていました。 by 林博士発見です。そしてこの両者は 1+1 でストリックス、つまり魔女であることを示していますが、その中央にこの山が描かれています。つまりこの山は悪魔、魔女の山ということになりますが、それを発見したのも私林博士です。つまり私林博士が発見する前にこれが悪魔の山であることを知っていた人はいないということになります。当然ウォルト・ディズニーもそれを知らなかったはずですが、そのウォルト・ディズニーは自分の代表作のファンタジアの中にこの山と同じ山を描き、それをボールド・マウンテン、つまり悪魔の山と位置づけています。これは偶然の一致なのでしょうか。左がダ・ヴィンチの受胎告知の中に描かれている山です。右がウォルト・ディズニーがファンタジアの中に描いた山です。皆さん自身の目でしっかりと見て確かめて確認してください。これは偶然の一致と言えるのでしょうか。あるいは結論ということになりますが、もう一度最初にお見せした絵をご覧ください。これはグノーシス主義のウェブサイトに紹介されている神と鳥です。上に神がいて鳥がいます。同じような絵をベロキオとダ・ヴィンチが描いています。手と鳥が描かれているだけで、その上が描かれていません。で、その絵にグノーシス主義のウェブサイトに載っている神と鳥をこうして重ね合わせてみます。これで辻褄が合います。つまりここに描かれているのはエルシャダイのエホバではなくてヤーウェではなくて、実はグノーシス主義によればですね、ソフィアということになります。さらにその上位のスピリッツ、
霊の神、ホーリースピリットであるということになります。つまり神の中の神、さらにその上位の神ということになります。こうした事実をどう捉えるか、あるいはどう信ずるかというのは、ひとえに私たち自身の個人の問題ということになりますが、無視することもできません。1500年後のイエスの操り人形と判断したダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そして1600年後のイエスの操り人形と判断したシェイクスピア、そして現代のウォルト・ディズニーが絡んでいるだけに、無視することもできないのではないでしょうか。ということで、今日は聖なる霊ソフィアの話をしました。私の動画の中で繰り返しになりますが、霊という言葉が出てきたのは今日が初めてです。後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now.